おちゅう、はぎさん。はぎさんにお休みのちゅう。ありがとう。いっぱいありがとうね、はぎさん。お休み。わたさん、ありがとう、こちゅう。めずしさん、こんばんは。サリーさん、ありがとう、こちゅう。エンタ、エンタさん、いっぱいいっぱいいっぱい、ありがとう、こちゅう。エンタさん、ありがとう。お疲れのちゅう。エンタさん、ありがとう。サリーさん、こんばんは。マサさん、こんばんは。タカさん、こんばんは。ドーム、ドージマムテキさん、こんばんは。タイチ、こんばんは。ピカチュウ、こんばんは。シチューごはんさん、こんばんは。プチラミさん、こんばんは。ケタロス、こんばんは。小浜、こんばんは。シチューごはんさん、こんばんは。タキタキ、こんばんは。シチューごはんさん、ありがとう。コチュータハンパ、ありがとう。今、金沢家は絶賛ズーム会中でした。金沢家でズーム会をしておりました。途中で抜けてやってまいりました。小顔矯正行ってきたの、めっちゃ痛かった。なんか2年ぶりぐらいに行ったんですけど、めちゃめちゃ頭蓋骨が痛くて、頭蓋骨動かしてもらったんですけど痛かった。七五半さん、ハートありがとう。キヨです。ピカチュウありがとう。七五半さん、ペロペロキャンディありがとう。ペロ、金沢家入りたい。マジかよ、申し込んでないわそれ。ナムさん、こんばんは。俺も混ぜてほしい。ただ家族でズーム越しにみんなでご飯を食べる会でした。いくらで参加できる。で本当はね、今こっちの携帯でショールーム配信して、こっちちょっと電話つなげようと思ったんですけど、なんかこっちがなんかショールームログアウトされちゃってて、ちょっと時間かかりそうだったからやめました。エリパテ生きてた、生きてた。これ見るって言ってたよ、家族。見るって言ってた。あ、やばい、パパの残業代もらったのは言うの忘れてた。言うの忘れてた。シャベさん、こんばんは。俺のエリナではない。そう、これ見るって言ってました。えやさん、今度お茶しましょう。やったわ。タイチー、ありがたくじゅー。残業代。もう加減か、震え。震えるな、震えるな。残業代はくさーって。サリーさん、コウメちゃんだるまありがとう。フェリカさん、ありがたくじゅー。サリーさん、だるまありがとう。今からひかるちゃんとルカちゃんとアライちゃん見てくる。え、どういうこと？何？その情報知らない。サリーさん、コメちゃん、だるまありがとう。マッサーありがとう、こじゅ。結局パパさん部長なのですか。プチライムさん、ごじゅう関東ありがとうございます。サリーさん、コメちゃん、だるまいっぱいありがとう。メイドカフェ行ってみたいんだよね。どこの行ってきたの。七五半さん、ありがたこ中途半端。マモマモマモルー、ゆうきりんだるまありがとう。ニャスラジか。ミキさん、こんばんは。こんばんは。ニャスラジか、いいね。秋葉のメイドカフェ、いいね。どちらもいいね。ゆきりんだるま、あ、ミキさん、どうもです。はは、僕ミキ。あ、マムルーシアリちゃんだるまありがとう。そう、ナズちゃんとね行きたい。ナズちゃん最近ハマってるから。ミキさん友達、お、ありがとう。30分ぐらいまでしか配信できないので、30分ぐらいまでよろしくお願いします。なんかね、この会社の用のね携帯が全部ログアウトになってるんだよね。
面倒してる、セリフやんな。ママも守る、ゆーちゃんだるまありがとう。ミッキーさんに CD あげた。え、ありがとう。コンカファーになった樋口なずな。コンカファーって言うんだ。なんかイベントなんですか。そうなんです、ゆるイベントなんですけど。あげての隣で見てました。ババシャーありがとう。こちゅシャペーさんやろありがとう。最初配信ゆうチャンダルマ予約するとタゲなタコを投げてヘラヘラするイベント。スーパーガールズ4期メンバー金沢ゆきさん、タコのギフトを投げるとありがたこちゅしてくれるよ。タケタケありがたこちゅと半端ありがとう。嫁コックスさんありがたこちゅ。今日が最初なんですか。明日なんですけど、明日が私はもう始発の時間帯からもうイベント終わってる時間帯までちょっと稼働があるんですよ。できないと思うんですよね。ミュージックビデオ撮影なの明日。誰か言ってたの。やった。髪黒いな。フィチューごはんさんハートありがとう。あ、聞かずにはわかるよ。にゃにゃん。ごちゅうしてもらいたい。もつあれさん、やっほー。なんか久々な感じする。もつあれさんありがとう。ごちゅう。お忙しいのですね。シャペさんとケトブスさんがもっと早くから言ってくれれば聞く。来れたのに。なんでだよ。シャペットケータ遅いぞ。ゆでるかなさんありがとう。こちゅありがとう。よちこんばんは。シチューごはんさんジジありがとう。この間チェキチャーしたコースケ、おお、ありがとうございます。矢吹さんなんですね、ショールームでは。オートムビレッジさんありがとう。こちゅむしろ褒めろ俺たちのせいか。確かに褒めてもいいわなあ。わなあ。バイク走ってたね。思った。家の中は走ってないよバイク。あ、ママも守る、カナポンダルマありがとう。なっちゃうんだろう。たけたけありがたくちゅ。今日ユピソできるかな。あと22214ポイントでユピソできるんだけど、みんな星とカウントお願いします。ほんやったん。あ、コニーさん、コニータン、ヤッホーヤッホー、コニータンありがたくちゅ。いっぱいいっぱいありがとうコニータン。じゃあコニータン、今日も一日お疲れ様のじゅ。ありがとう。ゆうきちゃんとケトロスさんの関係はライバル。何のライバルやね。ゆきさん愛し合ってます。ノット。ババシャーン。ありがとうこちゅ。ありがとう。ラストユピソ確かに。ラストユピソ。わしら何を競ってんねん。ライバル、わら、ライバル、私のライバルケトロス。拒否されてますよケトロスさん。たけたけかわいいスタンプありがとう。ありがとう。いつものことです。もう慣れました。ちゃんと星投げがとっても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 大事なんです。すっごく心危なかった。太一さん、太一ヤッホーありがとこちゅ。太一ヤッホー、太一見えてるかい。太一課題お疲れ様のじゅ。
太一お疲れ、いっぱいありがとう。ママを守る道端、ママを守る道端に落ちていたらきっと誰かが拾ってしまいそうなぐらい綺麗などんぐりころころどんぐりこ、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 ありがとう。口がおかしくなる。あ、ケタルスがパパに残業代をくれました。パパ見てる、すごいいっぱいお金くれてる。パパに残業代を振り込まれました。僕のび太コンバッチリン、ありがとうございます。あ、やってしまった。課題頑張ります。フォローしました、ありがとう。お手数おかけします。そんなシステムなんか。今日もいっぱいコロコロしている。ケタロス追加にパパが、パパへの残業代ありがとう。パパ見てる。パパさ、坂林のさルームにはコメントするくせにさ、ここのルームにコメントしてこないんだよね。ラーヨー、ラーヨーさんこんばんは。 お父様これで美味しいものでも食べてください。いっぱい来ました。ヤングさんこんばんは。すごい初見で来てくれてから皆勤賞ですね。ヤングさんありがとうございます。このチリン祭りで出会うことができました。ヤングさん、たくんおやすみ、お疲れ様。おかこぼっとさんこんばんは。お父様、娘さんにお世話になっております。俺のルームにコメントしてください。パパさんかなぽん推しなのね。坂林のルームにコメントしてるパパおもろい。お父さん見てるの。え、見るって言ってたけどね。ママが見るって言ってたか。でも一緒にいるから。定期配信ですか。今日までは毎日してたけど、明日はできないな。明後日ぐらいから、まあ、のんびりと配信していきます。不定期配信ですね。そんなこんなでチェキチャ予約開始されました。ちりん祭り最終日、よろしゅうお願い申し上げます。ツイートだけさせてください、させてください。みんなこれいいねするんだよ、リツイートもするんだよ、リプもするんだよ。文字を打てなくなった。最後の日、最後の日、脳内で再生する。興味があればミッキーさんチャキチャ買ってみてください。それかわいい。トシオいっぱいいっぱいありがとう。コチュートシオいっぱいありがとう。この期間でもいっぱいいっぱいありがとう。トシオお疲れ様のチュありがとう。プルルン、ヤフーニュースが来ました。マッサーありがとう。コチュキーボードのマイクボタンたまに押してします。マイクボタン、しおりちゃん、お、しおぴたこいっぱいいっぱいありがとう。しおりちゃんありがたくちゅー、お小遣いをはたいてありがとう。しおりちゃん、しおりちゃんに、今日も授業お疲れ様のちゅ、ありがとう。何のニュースやった。三菱重工業国際ジェット旅客機の開発を事実上凍結へ。しおりちゃんありがとう。50すごいいっぱい。俺もヤフーニュースの通知来た。やっぱ同時にね来るもんなんだね、こういうの。尊いね。髪くらいとゆうちゃんの白肌
白肌笑ったしおりちゃんありがとう。三菱市の飛行機来た。え、そんな話あったんだね。そのニュースについて一言。うん、もう何にも言うことないこのニュースについて一言。まあ三菱さんはお金をしっかりこのまま管理していただいて、お金だけを見ててください。飛行機のことは他に任せましょう。ミッキーさん詳しくは金沢駅のツイッターかちきちゃんに飛んでください。このニュース、あ、その記事が読めてなくてくさ。アジュさんこんばんは。初見でコメントありがとう。お、リオリアさん、ヤッホー。リオリアさんいっぱいいっぱいありがとう。こちゅリオリアさん今日もお疲れ様のちゅ、ありがとう。リオリアさん、そしてシューマッハさん、ヤッホー、いっぱいいっぱいありがとう。こちゅシューマッハさんにありがとう。ありがとうのちゅだって調子普通になっちゃった。シューマッハさんにいっぱいいっぱい今日もお疲れ様のちゅ、ありがとう。パチヤヨイさんこんばんは。何かわいい。ママも、あ、え、ユピソ、ユピソやん、ユピソの時間やん。ママも守る、ありがたこ中途半端え、すごいじゃん。たけたけありがたこちゅ。ミッキーさん普通のチェキとは違うんですか。2分間ミッキーさんと私だけのショールームみたいな感じになって、最後にチェキが送られてきます。ちょっと待ってて、まさかユピソの時間来ると思わなかったからさ。チキチャっていうアプリがありますね。これバブシャーありがとうございます。では最後になるかな。80エピソ、では心を込めて書きたいと思います。
けました、皆様のおかげで80万ポイント達成いたしました。ということで振り返っていきましょうかね。50万ユピソから書き始めたんですけど、こちらが50万ポイント達成した時の50万ユピソでございます。あのユピソというのはピカソから取っております。次60万ユピソで、続きましては70万ユピソ、あ、その前にこちらがありましたね。パパに残業代ありがとうで、じゃじゃん、今日はこちらです。80万ユピソということで、テーマは、あ、ファインコンノフさん、ありがたこちゅー、ファインコンノフさん、タコチューをありがとうはい、確かに10万ポイントとかからやればよかったね。センスの魂や。これは恐竜、そう恐竜、正解、恐竜時代をイメージしています。これは恐竜時代ということで、結構荒ぶってる様子が書かれていて、でこれ恐竜の卵なんですけど、恐竜の卵が孵化しそうなところを、そのお兄ちゃん恐竜、生まれたてのお兄ちゃん恐竜が見ているっていう。でやっぱユピソっぽく、ピカソっぽくするにはちょっと意味不明な感じを出したかったので、月と太陽が同時に出てるっていうのをしました。周りはぐちゃぐちゃ、毎回同じようでマジで違うよ、ちゃんと見て、違うんだよこれ。これ風、斜め右上に向かって吹いてる風で、これは白鳥の湖をイメージしてるから、ぐにゃぐにゃしたりピカピカ光ったり、月明かりですね。で、あ、 BPM さん、ありがたこちゅありがとう、リランチュ BPM さんにありがとうのチュ、ありがとう。で、70万ユピソの時はこれはキリンの草原をイメージして、こう草原っぽくしてあります。で今回は恐竜っぽく荒ぶっています。はい、才能にあふれているでしょ私。才能にあふれているんですよ、気づきましたか。ということで、チェキチャ、毎日チェキチャ、今日ラストでございます。発想力に火力が追いついてない。あ、ケタロスすごい、すごい、タコタワーを作ってる風で一個ずつ、ありがとうケタルス、タコパありがとう、めちゃめちゃすごいじゃん、めちゃめちゃすごいんだけど、何事、何をしていらっしゃるの、ケタルス、チョーマってな、チョー、待ってな、ケタロスいっぱいいっぱいありがたこちゅー。ケタロスは毎日毎日、彼女とチューを電話越しにしているようですけども、今日は私とケタロスいっぱいいっぱいありがたこちゅー。ケタロスにチュー、ありがとういっぱい、すごいいっぱいだよ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ああ、ダメだ、見えない、いっぱい、数えきれないくらい。そんでフェリカさん、フェリカさんもいっぱいありがとう、フェリカさんありがたこちゅー、フ
エリカさんに、明日も一緒に頑張ろうねのチュッ、ありがとう数えます数えます、守るが数えてる。すごいじゃん、なにこれ、やばいことしてる。タコの嵐来たからブロックしよう。すごいよそれ、どういうこと、何をしてるのねえめっちゃ面白い。あのさ、みんなさ、たまにこういうオタクおるやない言われてで、みんなさ、あのさ、ケタロスのアバター見て、なんかさすごい面白いよ。あのジャンプするたびタコが生まれてくるの、ナスから。キリンとナスとタコってもうもはやもうわけわかんない光景になってる。このさ、何このケタロスのさアバター見てよ。ここまでケタロスさんがギフト投げるの初めて見ました。だってケタロスってさ、最初さ、もう俺は無課金でどこまでランキング上がるかやってんねんやみたいな、俺は絶対に投げないみたいに言ってた人だったよ。エンタ、エンタさん、ありがたくちゅう、いっぱいたくちゅう、ありがとうエンタさんにちょ、言ってはいない、言ってたよ、言ってた言ってた、マジで言ってたよ。タコを投げるだけの存在、それやばいでしょ。単純に金がなかっただけ。え、でも言ってたよ、俺は無課金でどこまでランキング行くかやってんねんやって。そうそう、ケタロスそんなんやな、嬉しい、ありがとうケタロス、いっぱいいっぱい、ケタロスやっほー。すごい、何個投げてくれたんだ。あ、ファインコノフさん、ありがたこちゅーとハンパ、ファインコノフさんありがとう、マッサンありがたこちゅー、マッサンもいっぱい投げてくれてるね。ケタロスあとゆーちゃんず星投げサボるしって言うと、ケタロスやっほー、ケタロスいっぱいいっぱいありがとう、こっち何個、何個投げてくれたんだ。もうタコ職人やん、漁業してるでしょ、タコ漁業。100個だ。なんで人って数えるとき小声になるんやろ。確かに100個だ。100×1、 すげえな言うと。ええ、タコタワーってこと？一個ずつ投げてってこと？え？
1×100 は100ってことは、100×100 は10,000円。すっごい生々しいことしちゃった。ありがとう、やばい。ケタロス、ケタロス作文いくか。セキちゃんまでもうちょっとだけ時間あるし、よし。ちなみにケンタで作るかケタロスで作るかケンちゃんで作るかどれがいい？ゆきちゃんは頭の方が弱い方ですか？違うよ。なんで 1×やったの？え、間違えるかもしれないから。弱いですじゃない。とかいういらんこというお宝ある。ケンタでいこう。ケンタ、が聞きたいからケンタ。ケンタ、ケンにしやんやー、にしやんやー、やっほーにしやん、ありがとこちょ。ありがとう。よし、できた。ということで、ということで、ケンタン、本当にケンタタコタワー、あ、ヤスありがとこちゃ、ヤスありがとう、ありがとう。ケンタ、タコタワーありがとう。ケンタ、彼女から奪い取る私のケンタ。ジュリの方がマジなんですね。いいこと言ってるじゃん、珍しく。それでは行きましょう。ケンタのあいうえお作文。ソダケンタのソ。そうだ。あ、猫のドライバーさん、ヤッホーニャンニャン、ありがたくちゅ。猫のドライバーさんにありがたくちゅ。そして今日も一日お疲れ様のちゅ。ありがとう。戸田健太のソ、そうだ。
曽田健太のだ、ダチョウの曽田健太のけ、けを、曽田健太のうん、曽田健太のた、たっぷりあげるね。曽田健太のあいうえお作文、そうだ、ダチョウの毛を、たっぷりあげるね。優しいゆきちゃん、過去一言ってる。ゆきちゃん優しい、ダチョウの毛たっぷりあげるって。でも動物の毛をそんなことしちゃいけないからあげない。ってこのルームの雰囲気2年前と変わってないやばいね、久々に来てくださった方にルームの雰囲気2年前と変わってない言われてる。いつでも私は変わらないよ、だからあなたへの思いも変わらないから、あなたも私への応援変わらないでね。ということで、ゆきちゃんのキャラがよくわからないです言われて、ということで、終わりにしたいと思います。てかもうあと5分でイベント終了、そうもう終わります、チェキちゃんもあるのでもう終わります。ということで、順位を読み上げたいと思います。お、すごい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 ぞ。どうしてゆるいべだよ、待って待って、ゆるいべだからけどちゃんゆるいべ、これゆるいべ。そしてマッサン、マッサンありがたく中途半端、マッサンありがとう。ねえねえ、追いだこがすごいよねえ、ケタ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 ラスがクレッターいらんで、ちょっと待ってケタ、もうああいう作文欲しがるんだけどとか言って、作文とか別にせんでええよ。じゃあユピソが描ける曽田健太のサインを今考えました。自己満で投げてるだけや。曽田健太、ユピソが考えました曽田健太のサイン、け、うん、た、そうだと普通に A サイン。曽田健太あげるよ、これを著作権ないぜ、使っていいよ。なんかこういう服のブランドありそう、ありそうじゃない。曽田健太ありがとう、曽田健太ありがとう、もっとじっくりしたいけど。謎チリンルームで保護される個人情報ってもないんじゃねえ、ありがとう、割とセンスあるかも、やったなんかかっこいい、やったということで順位を読みたいと思います。13位タカさんありがとうございます。12位ジューシローさんありがとうございます。11位ワタさんありがとうございます。10位ユデルカノさんありがとうございます。9位シューマハさんありがとうございます。8位はタイチさんありがとうございます。タイチありがとう。そして7位フェリカさんありがとうございます。6位ディオリアさんありがとうございます。5位大熊猫のドライバーさんありがとうございます。4位コニーさんありがとうございます。3位マモーありがとうございます。2位エンタさんありがとうございます。そして今日の1位
タコを投げるだけの存在ありがとうございます。ソダケンタね、ソダケンタってソダケンって呼ばれてたっしょ、学生時代。なんかケンタってつく人みんななんか名字の最初の二文字で二文字取ってケンタのケンつけてた。みんな同じ学年に4人ケンタがいたんですけど、みんなそうだった。なんとかケン、なんとかケン、なんとかケン、なんとかケン。ということで、そんなくだらない話は置いといて、皆様本当に、ゆるいべ参加ありがとうございました。チェキちゃんちょっとごめん、一番の小浜かな、ちょっと遅れちゃう、ちょっと待ってて。ありがとうございました本当に。まあ明日配信できないんですけど、こうやってなんか元祖タコ中で、全然元祖もうタコ中名人とはもう名乗れませんけどこうやって毎日配信できたことがすごく思い出になりました。いっぱいタコを投げてくださって、ギフト投げてくださって、星カウント本当にありがとうございました。またゆるく配信していきますので、どうぞ遊びに来てください。タケタケありがたこちゅーと半端、アノリンありがたこちゅということで皆さんバイバイ、したっけね、ゆるいべ楽しかった、ありがとう、バイバーイ。謝罪は金沢の方がこのうるせえ、バイバイ。ちょっと待っててね小浜、チキチャ組ちょっと待っててね、今ダッシュで始めるから。まだまだチキちゃん待ってますので、ぜひ来てください。バイバイ、みんな来てね、最終日だよ、バイバイ。